俺は松本誠、今年入社したばかりの22歳、新入社員。美月さん、頼まれていた資料終わりました。あ、早いね。よくできてる。さすが誠くんだね。はい。美人だよね。え？美月さんだよ。可愛いし、胸でかいし、あの人がいるだけで仕事の意欲が上がるってもんだ。下品なやつ。なんだよ、その呆れた顔。事実呆れてんだよ。内容もそうだし、第一、あの人結婚してるだろ。そうなんだよ。美月さんの旦那さんが羨ましい。一体どんな人が彼女のハートを痛めたのか。さあね。三井美月、3年目の先輩社員。社内で最も美人と名高く、性格もいい。当然男性社員の人気は凄まじいのだが、残念ながらフリーではなく既婚者だ。だからこそ皆遠巻きに眺めて癒されるだけで、実際にアプローチをかけるまでには至らない。ほんと、どんな人だろうな。それはもちろん、この俺も。私は三井美月、入社3年目、年齢は25歳、大卒。お酒は少々、タバコは吸わない。好きなもの、可愛いもの全般。嫌いなもの、男全般。あー、三井美月、来年アラサー、花の独身であります。いつから男が嫌いだったかわからない。多分中学生になって、私の胸が大きくなり始めた頃だったと思う。高校生になり、大学生になり、年齢が上がるごとに男子の思惑や視線は露骨になる一方、いい加減自分から距離を置くのも疲れたし、そういう目的で男が近づいてくるのにはうんざりだった。だから男よけのつもりで指輪を買った。見え張って少し高いやつにしたことを今になってやや後悔しています。美月さん、頼まれてた資料終わりました。あ、早いね。松本誠くん、今年入った新人、真面目で仕事もできる。そして何より、よくできてる。さすが誠くんだね。はい。私の目を見て話してくれる。いい子、すごいいい子。多くの男性諸君は私の目が胸部に位置していると勘違いしているようで、そちらの様子を伺いながら話しかけてくるが、彼はちゃんと私を人間と認識しているようだ。まあだから何という話ではあるけども、私が男嫌いなことは変わらないし、彼だってひとたび本性を表せばその辺の男連中と変わらないかもしれない。ああ、このまま一生独身なのかな。一応付き合いもあるからこういう催しも参加するけど、居心地は良くない。まあそれでも大学生時代と違って、ベタベタセクハラしてくるやつや飲み終わりに露骨に誘ってくるアホがいなくなったのは幸いだけど。ねえ、美月ちゃん、最近旦那とどうなの？訂正、たまにいる。人間酒に酔うとどうしても気が大きくなるもので。まあ普通です。はい。本当？もし寂しかったら俺がいつでも相手を。課長、グラス空いてるじゃないですか。注ぎますよ。あ、そうか、すまんな。課長って若い時バリバリ仕事できたんですよね。よかったらいろいろお話聞かせてください。は、あ、なんだ、仕方ないやつだな。いいぞ、聞かせてやる。あれ、ひょっとして気を利かせてくれた先生？お疲れ。お疲れ様です。まずい、思ったより飲みすぎた。気持ち悪い。あの、もしかして飲みすぎました？大丈夫です？ああ、ちょっとね。旦那さん呼んでは？え、あ、その、彼は今日泊まりの仕事で。あ、そうだったんですね。うん。あ、じゃあ俺、近くまで送っていきますよ。心配ですし。これは、大学時代、サークルの飲み会で何度もやられてきたパターン。私は逃げ続けてきたが、実際に手ごめにされた女性は後を絶たず。どうしよう、やっぱり誠くんもなんだかんだ言って。あ、大丈夫ですか？ほら、肩貸しますから、ゆっくり歩きましょう。まあ、いっか。
家に上がり込むのだけなんとか拒絶すれば大丈夫でしょ。ここのアパート。へえ。何？あ、いや、思ったよりその狭そうなアパートだって。ええ、めっそうもございません。だって一人暮らしだし。それじゃあ。はどうせ旦那も家にいないからしれっと家まで上がり込む気でしょ。まあそもそも旦那自体いないんだけど。って、そんなことはどうでもよくて、とにかくそれは許さな。俺はここで帰りますね。ダメよ。え？あれ？いや、さすがに家まで上がるのはずうずうしくてできませんよ。あれ？美月さん、しっかり水飲んで休んでくださいね。それじゃあ。うん。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみ。あれれ？紳士だ。どうしよう。私、やっぱり飲みすぎたみたい。男、嫌いだったはずなのに。な。おはよう、誠くん。おはようございます。昨日は、ありがとう。いえ、よかったです。今日は元気そうで。今日も頑張りましょうね。それじゃあ。何？バカなの？なんで朝の挨拶程度で私緊張してるの？なんでさらっと笑顔向けられただけで少女漫画のごとくときめいてるの私？やっぱりそうなのかな。ダメだ、恋愛経験が皆無だから耐性がなさすぎる。私本当に誠くんのことを。あ、そうだ。うわぁ！大丈夫ですか？大丈夫よ。何？今日この後作る資料、確認お願いしますね。え、私に？はい。どうして私なの？そりゃ、美月さんに確認してもらいたいからです。ダメよ、誠くん！え？困るわ！いきなりそんな風に迫られても、私どうしていいかわからないの！ちょっと、いろいろ整理しないと！それじゃあ！美月さんに頼まれていた資料なんだけどな。最近、どうも美月さんの様子がおかしい。美月さん。うひゃー！話しかけると規制を上げて驚いたり。ちょっと誠くん。はい。今日のそのお昼なんだけど、はい、誠、昼食いこうぜ。はーい。それでどうしました？なんでもないです。急に話しかけた後、何も言わずに去ってしまったり。どうしたんだろう。仕事で疲れてるんだろうか。まあ、あの人も忙しいからな。よし、ちょっと聞いてみるか。美月さん！誠くん！何？いや、最近なんか様子おかしいなって思いまして。そう？はい、何かありました？何かって言われても。仕事で失敗したとか。いや、別に。仕事じゃないならご家庭で何か？あ、やっぱり。そもそもご家庭にも何もないのだけど。どうしたんですか？旦那さんと喧嘩でもしました？美月さん？そうね、そんな感じかな。ちゃんと仲直りしなきゃダメですよ。元気ない美月さんを見てると俺も心配です。誠くん。それじゃ、仲直りしたら教えてくださいね。仲直りする気はないかなって。むしろ離婚するかもしれないなって。そんな深刻なんですか？だって離婚したことにしないとあなたが。はい？いえ、なんでも。とにかくそんな感じなのよ。ダメですよ、せっかく永遠の愛を誓ったのに。誓ってないんだけどな。とにかく、そんなすぐ離婚とか決めたらダメだと思いますよ。誠くんは私に離婚してほしくないの？え？どうなの？そんなの、俺がしてほしい、ほしくないを決める問題ではないんじゃ。なんでそんな怒ってるんですか？別に。まあ、あなたが何て言おうと離婚しますけどね。そんな、
もう修復不可能なくらいなんですか？一体何が？暴力とか？暴力？その、殴られたりとか？ひどすぎる！美月さんを殴るなんて！でしょ？だから離婚するの。というか、もう結婚したことなんてなかったことにしたいの。美月さん。俺、大したことできないと思いますが、助けになることがあれば何でもしますので、言ってくださいね。うん。それじゃあ。暴力か。そんなひどい人だったんだな、旦那さん。うまく別れられればいいけど。ずいぶん遅くなってしまった。さっさと帰って夕飯を。あれ、美月さんだよな。相手の男の人は、まさか、旦那さん？結構激しく口論してるけど、大丈夫？その、殴られたりとか？ダメだ。このまま放っておいたら、また暴力沙汰になるかもしれない。すみません。誠くん？喧嘩は、その辺にしておきませんか？なんだ、君は。結構年上の人だ。40くらいか？ガタイだけじゃなくて、オーラもすごい。くそ、負けるな！俺は、美月さんの会社の社員です。なんでたかが同僚が、家族の話に口を出してくる？誠くん、大丈夫だから。美月さん、俺を巻き込まないように。ほら、美月もこう言ってる。余計な口出しは。確かに俺は、家族でも何でもないです。でも、ただの同僚でもありません。美月さんは俺にとって大切で、特別な人です。いろいろとお世話になりました。恩もあるし、情もある。ついでに個人的な行為も。だから、美月さんがひどい目に遭うのを黙って見過ごすのはできません。断じて。ほう、なんかよくわからん勘違いされてる気もするが、とりあえず。なんだよ、いい男いるじゃねえか。なあ君、誠くんって言ったっけ？はい。こいつよ、もう25年間ずっと男いたことないんだわ。あ？お父さん！お父さん？このままずっと独身なんじゃねえかって心配してたが、どうも杞憂で終わりそうだな。たくよ、こういう男いるならさっさと言えよ。そんなら初めからこんな口論もせずに済んだってのに。じゃあな、美月。それと誠くん、今度飲みにでも行こうや。黙って。しばらく黙って。私が現状を受け入れられる気持ちになるまで。わかりました。おはようございます。おはよう、美月さん。その、何？まだ指輪してるんですね。うん。もともと男よけのつもりでつけてるだけだから。でも、俺はもう知って。それでいいの。え？あなた以外が避けられれば十分だし。ね？